さあ、スカイ、やっていきますよ。もう平らにしてる途中ですね。よし、ちょっとやれば。この周りもちょっと綺麗にしたいところなんで。ここから。完全にダメですね。なりませんか。これは石だね。割っとこう。効率はろし。スタミナがなくなった。よし、この辺はいいとして、すごい大きい石がたくさん取れたな。星はね、5個で、また、ここも食わないと、腐る。あ、毒、やっぱこれ腐る、タトルで食うとね、毒お見舞いされるんですよ。お水はこれ飲めるから、お水飲んで、
組んどっか。毒を食らっちまいましたね。これは白樺か。白樺はダメですね。これそうなんですか。あーまた、この辺もモミですか。これがいける。そろそろ小屋を、野小屋を作らねえといけないんで、このゲームね、薪が一番大切なんですよ。もっとこっち向きに立っちゃったね。お水はない。ここにこう家を作って、こっち向きにするか。向きが、一回解体して、おうちを作らんといかん。これでいいや。で、レシピ。長い棒めんどくさいんですよね。
木の枝どこ？どっか落ちてない？落ちてないね、紐とか。薪は超重要ね。1個しか取れねえけど。これ向き間違えたな。紐を作らないとダメ？紐作れそう。ぬるが食べないとダメだ。腐っちゃうね。そうすると、お水は飲める。紐を作ってで、結構な。補給して。枝がいる。これ。OK。ほんでやっと1件目。トゥーン呼び出し装置を作って。どれだっけ？これ。どこ？ここだね。
石どう買えなかったっけ。これなんかたくさんあるわ。6個だからね。あとやだ。ビールはまだいらないかな。あと1本足りんか。ここにあるね。あれ？まだ足りない。ここ回収してるじゃん。あと1個。
岩が2個。早速呼ぼう。これで村人が雇えると。あ、しまった。あ、何？こっちだ。なぜならご飯がとっても重要だからです。2日目、日が出すのが早い。いいんじゃない、ここで。で、こう家をもう一つ建てないといけないんで。途中。もうこれダメじゃん、腐るから食べよう。ダメだ、このムール貝が。いかん。でも住人が来るから、お家を建てよう。
途中拾えねえとダメだこれな。ガッサーンと。向こう向きに作れ、こっち向きに作れなかったね。いいか。紐あるんかい。ねえわ。なんでこんなとこに岩が置いといて。紐あとは枝を切らんといかん。つけとこう。4つ。さあできましたと。これで次の住人作る準備は OK。 で何を作るかっていうと材木場ですかね。マーカー、これまだ何も作れない。最終小屋水器を立てないと
ダメなんで、気が足りんな。枝も足りんし。もう工場とかどこで作るんだっけ。これだ。木こりとか。よし、来た。来ましたよ。何さん？読めないけど。よし。あなたのお家はここだ。割り当て。じゃあ今度からは木材小屋とか祭祀小屋を作っていくってことにしましょう。え？土地も広げないといけないし。じゃあこれでおしまいにしましょう。お疲れ様でした。あ、来た来た。はい、こんにちは。手振ってるし。じゃあ行きます。お疲れ